気泡、日ハムの12連敗、空気。ソフトバンクが派手すぎて全く話題にならない。悲しいな。近藤に話題奪われてるのくさ。残党な結果やしな。もっと面白い負け方しないと。負けて当然とか面白くないし、満塁ホームラン打って負けはちょっと面白いやろ。大差ついた終盤やから別に。コモフィーデの負け方はそこそこ芸術やったのに、大補強も何もしてない弱小の日常になんて興味ないやろ。冷静に考えてパリーグの直近12試合で12連敗してる球団が2チームあるのって異常だよな。おかげでオリ楽天ロッテがどれだけ勝ってもゲーム差が縮まらない現象が起きてる。マーハムは戦力的にしゃあないし、戦力のせいにして新庄をかばうやつ多いよな。最近余裕なくなってきたんやなと。戦力のせいにできないソフトバンクが面白すぎる。鷹の芸術性には勝てない。一番の空気は今年12連敗してるのに全く騒がれないヤクルト。ご視聴ありがとうございました。